精一杯遊ぶぞ。おー、ちょっと待った。何よ。トイレか。違う。なんでみんな当たり前のように現地集合してんですか。だって今日は。双葉ちゃん、今度の週末一泊で海に行かない？海？弟と行く予定なんだけど、一緒にどうかな。いいんですか。うん、大勢の方が楽しいから、よかったらお友達も誘って。はい。桜井さん兄弟と私だけのはずじゃ。私が呼んだの。言ってくださいよ。びっくりさせようと思って。確かにびっくりはしましたけど。なんだよ、釣れねえな。せっかくの海だぜ。みんなで遊んだ方が楽しいじゃねえか。武田さんですね。お、私双葉の中学からの友達の黒部夏美と言います。黒部夏美、あんたか。会いたかったぜ。いつも双葉から話聞いてました。私もお会いしたかったです。ちょっと夏美。とりあえず着替えようか。そこに刺しといてくれ。了解っす。あ、手伝います。サンキュー。いつも姉がお世話になってます。あ、いや、こちらこそ。はあ、似てる。おーい。お、おお、眼福眼福。あれ、五十嵐ちゃんは。ここにいるよ。おお、かわいいじゃねえか。風間くん、泳ぎに行こうよ。こっちにもあるんですけど。海！行くか。はい。海！ほら、はしゃがないの。待ちなさい。行くか。ですけど。はあ、行くよ。大丈夫ですか。ごめんね。すごいですね。バレエ少しやってたから。来てますけど。おお、本当だ。あんまり見ないでくださいね。見るもんねえだろ。相手。男の人って結局大きなおっぱいが好きなんですね。それは好きだろう。けどな、五十嵐、お前の負けん気の強いとことか、気が利くとことか、努力してるとことか、優しいとことか、そういうお前の見た目じゃねえ中身が、胸なんかよりずっと好きだぜ。